横浜スタジアムです。横浜 DeNA ベイスターズ対広島東洋カープ、この一戦をお送りいたします。ベイスターズの先発は左の東、対するカープの先発は右のコルニエル、以上の両先発。さあ、まもなくプレイボールです。右のコルニエル、マウンドに上がります。ベイスターズ打線相手にどういった投球を見せるのか。1回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。トップバッターは佐野。第1球、インロー際どい球、ボール。第2球、投げた、アウトコース低めいっぱい、ストライク。投げた、完全に外れた、ボール。第4球は打った、三遊間の打球、一塁送球、あっと送球それた、記録はヒット、記録はヒットです。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。第1球、投げた、決まった、ストライク。いきなり152キロ。第2球、投げた、危ない球。第3球を投げました、あっとショートフライになった、掴みました、送りバント失敗。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。第1球、投げました、外れた、ボール。投げました、スライダー決まってストライク。第3球を投げました、インロー空振り、タイミング合いません。さあ、4球目、見送ってボール。次は5球目、インロー空振り三振。バッターは4番マーキー。第1球、投げました、見送ってストライク。1球目ストライクからボール。投球は3球目、投げた、アウトロー見送ってストライク。次が4球目、投げた、ボール。投げた、打ちました、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。1塁ランナー佐野、残塁に終わりました。1回の裏が終わりまして0対0です。0対0で迎える2回です。ワンアウトランナー一塁という場面で磯村。第1球、投げた、初球から打ってった、ライナーだ、ライト前クリーンヒット、中継。磯村、いいバッティング。2回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。この回のトップバッターは外。第1球、投げた、直球ストライク、アウトローへ、いきなり155キロ。第2球、投げました、おっつけた、ライトへの打球、ライト前のヒットになります。外、ナイスバッティングです。バッターは6番桑原。第1球、初球見送ってストライク、いきなり152キロ。アウトロー、スライダーは外れてボール。投げました、ここは送りバント、ピッチャーの左へ転がした、一塁へ送る、アウト。ランナー二塁に進みました。ワンアウトランナー二塁に変わります。第1球、投げました、打った、ファーストの左、マクブルーム、ボールを取る、一塁送球、コルニエ取ってアウト。カープ、なおもピンチが続きます。第1球、投げました、打ちました、初球掴んで、これで3アウトになります。さあ、リプレイです。ベイスターズサードランナー残塁、2回が終了しまして2対0です。ベイスターズこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャー東。第1球、初球打ち引っ張った、ライナー破った、ヒットになります。東、いいバッティングを見せました。打順をトップに返って佐野、投げました、初球打ちました、これは内野へのフライだ、取りました。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。第1球、投げた、アウトロー際どい球、ボール。第2球、投げた、流し打ち、どうだ、ファールボール。第3球を投げた、空振り、150キロのまっすぐ。次は4球目、投げた、打ちました、ファール。第5球、投げた、ボール。
第6球を投げました。打ちました。引っ掛けた。マクブルーム下がっていった。ファールボール。第7球を投げました。スプリットはボール。投球これから8球目。直球見送ってフォアボール。バッターは3番宮崎。今日の第1打席はスイングアウト。第1球投げました。スライダー見送ってストライク。第2球投げました。打ちました。打球はセンターへ。ピット。センターバックホーム。宮崎ナイスバッティングです。カープなおもピンチが続きます。さあここで試合の流れを左右するターニングポイント。投げました。ボール。まずアウトコース低め。さあ次の投球ストレートはストライク。投げた。スプリットはストライク。第4球を投げた。ストレートはボール。高め。第5球投げた。打った。鈍いゴロ。上本掴んだ。二塁フォースアウト。アウト。ダブルプレイ。スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。コルニエルやりました。カープこのまま流れをものにしたい。気迫が伝わってまいります。ゲームは中盤4回に入ります。先頭バッターは磯村。第1球これはいい当たりだ。いったー。入った入った。ホームラン。ソロホームラン。レフトスタンドへ吸い込まれていった。初球をうまく捉えました。3対0。カープリードを3点に広げます。リプレイをご覧ください。4回の裏3点を追いかけます。ベイスターズの攻撃。トップバッターは外。投げた。外角低めいっぱい。ストライク。いきなり152キロ。アウトロー空振り。これで追い込みました。第3球を投げた。154キロ直球。空振り三振。コルニエルナイスピッチング。投げました。ボール。投球これから2球目。打ちました。1・2塁間へ。コルニエル取ってアウト。これで2アウト。ランナーありません。第1球打ちました。ファール。第2球スライダーボール。第3球直球ストライク。インローへ。ワンボールツーストライク。追い込んでいます。低めいっぱい。見逃し三振。外角低めいっぱいに決まった。コルニエル最後は見逃し三振に仕留めました。4回の裏が終わりまして3対0です。カープリードで迎える5回です。ツーアウトランナー一塁という場面で磯村。あっと。いった。入った入った。ホームラン。ツーランホームラン。磯村これで2打席連続のホームラン。初球から思い切っていきました。6対0。カープリードを6点に広げます。素晴らしい一発をベンチも祝福。先ほどのプレーです。5回の裏これからベイスターズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは山本。最初のバッターボックスはセカンドライナーに倒れています。投げました。打ちました。1・2塁間への当たり。あっと落とした落とした。記録はピッチャーのエラー。ピッチャーのエラーです。第1球初球外れても。第2球投げました。直球空振り。少し迷ったか。第3球を投げました。見送ってストライク。追い込んでいます。第4球を投げました。内角低めいっぱい。見逃し三振。第1球投げた。初球打った。ライト前クリーンヒット。中継。佐野いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。第1球ストレートはボール。第2球投げた。2球目空振り。第3球を投げた。3球目ストライク。第4球は打ちました。2塁ランナー3塁へ抜けた。レフトバックホーム。関根ナイスバッティングです。カープなおもピンチが続きます。第1球
投げた、初球空振り、いきなり154キロ。第2球投げた、このボールも空振り。第3球は1球外したボール。第4球を投げました、打った、サードゴロ、ゲッツーになるか。サードフォースアウト、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。今日2回目の併殺でこの回を終えました。前半が終わりまして6対0です。6回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。先頭バッターはマーキー、今日はファールフライ、ショートへの併殺だ。さあ次の投球、投げました、低め、ボール。第3球を投げました、見送ってストライク。投球これから4球目、打った、センターへ持っていった、センター前に出る、これはヒットになります。マーキー、いいバッティングを見せました。バッターは5番、ソト。第1球投げました、1球目ストレート空振り、いきなり155キロ。投げました、スライダー見送ってストライク。第3球を投げた、1球外してボール。第4球を投げた、内角、ストレートは外れてボール。投げた、打ちました、切れていきます、ファール。次は6球目、投げた、ボール。さあ7球目、アウトコース低め、見逃し三振。右バッターボックスは6番、桑原、これが3度目のバッターボックス。第1球初球空振り、いきなり150キロ。初球空振りから第2球ストライク。投球は3球目、投げた、151キロ直球、空振り三振。桑原、全くタイミングが合いません。第1球内角低め見送ってストライク。第2球投げました、ボール。投球はこれから3球目、ボール。第4球を投げました、打ちました、センター前のヒットになります。牧、2塁回った、強打、ツーベースヒット。ピンチを広げてしまいました。バッターは8番山本、今日3打席目。投げました、1球目ストレート空振り、いきなり150キロ。さあ次の投球、ストライク。追い込んでから投げました、打ちました、上本ボールを掴んだ、一塁へ送る、あーっと送球それた、アウト、スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。2者残塁、6回の裏が終わりまして6対0です。ベイスターズ追う展開で迎える7回です。バッターオースティン。第1球投げました、危ない球。第2球投げた、ボール。第3球を投げた、真ん中に決まった、ストライク。次は4球目、投げた、打った、コルニエ取った、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはトップに帰って佐野。第1球投げた、おっと、デッドボール、これはデッドボール。第1球投げた、アウトコース低め、直球は外れてボール。バットパスボール、そして今拾い直した。ワンアウトランナー二塁に変わります。アウトコース低めいっぱい、ストライク。第4球は空振り。次は5球目、投げました、打った、右中間へ持っていきましたがヒット。佐野一気にホームへ、二塁ランナーホームイン。ベイスターズようやく1点を返しました。かピッチャーを交代します。コルニエ降板、マウンド上は川野、今日2人目のピッチャーとして登板です。ベイスターズ打線相手にどういった投球を見せるのか。第1球投げました、外れた、ボール。第2球投げました、2球目ストライク。第3球打ちました、左中間へのフライですがヒット。中継、宮崎ナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。さあバッテリーここは踏ん張りどころ。投げました、直球見送ってストライク。第2球投げました、打ちました、1・2塁間のゴロ、2塁送球、セカンドフォースアウト、セーフ、ダブルプレーはなりません。カープなおもピンチが続きます。第1球投げた、直球ストライク。初球ストライクからストレートはボール。
投球は3球目投げた打ちましたファール。次が4球目投げたボール。第5球投げた打った三塁線切れましたファール。第6球を投げた見逃しの三振。7回までが終了しまして6対1、ベイスターズあと5点を追いかけます。平田降板、左の石川今日3人目のピッチャーとして登板です。カープ打線相手にどういった投球を見せるのか。第9球投げました、初球引っ張ったスタンドに入りましたファール。第2球投げました、空振り、バッター追い込まれました。追い込んで投げました、低めボール。第4球は空振り三振。ベイスターズ追う展開で迎える8回です。バッターは楠本。第9球投げました、ストライク。第2球膝元、縦のカーブ外れてボール。第3球を投げました、変化球ストライク、アウトローへ。追い込んでから投げた、打った坂倉、ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。第9球おっとセーフティーバントだ、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは8番山本。第9球投げた、初球空振り、149球のストレート。第2球投げた、2球目ストライク。第3球は外のボール球だった、ファールボール。第4球を投げた、147キロ直球、空振り三振。川野最後は空振り三振で打ち取りました。8回までが終了しまして6対1です。ベイスターズ何としても得点を挙げたい9回です。バッターは太田。第9球ストレート見送ってストライク。第2球投げた、低めボール球打った、セカンドをつかみました。これでワンアウト、ランナーはありません。打順は1番に帰って佐野、今日はここまで3打数2安打。初球から打ってった、ライナー破った、クリーンヒット。佐野いいバッティングを見せました。バッターは2番関根。第9球投げました、危ない球。さあ次の投球インロー、ボール。投球は3球目投げました、3球目空振り。第4球を投げました、打ちました、あっと引っ掛けた、一塁アウト、勝利まであと1人。さあここは守りどころです。第9球ボール、まずは外角低め。第2球投げました、インコース低め、カットボール外れてボール。投げました、決まった、ストライク。投げた、打ちました、ファールボール。追い込んで第5球危ない球。第6球を投げた、インコース低め、空振り三振。カープ見事勝利です。ご覧のように本日の試合は広島東洋カープの勝ちでございます。勝利投手コルニエル、敗戦投手東でございました。さて本日のヒーローは磯村、本当に今日は大活躍でした。